今日はちょっとニューボードをゲットしたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。前にツインフィンの板でも作らせてもらったデッドクックスっていうブランドなんですけど、で今回クゲ沼って結構パワーないんで、こういう板が結構合うんで、それをうまく乗れたらっていう感じでやっていきたいと思います。おはようございます。川村海佐です。今早朝なんですけど、6時半ですね。ちょっと波上がったんで、プラスニューボードをゲットして、ちょっと長めなんですけど、これまた後で紹介したいと思うんですけど、ちょっとテストしていきたいので、これから海に行っていきたいと思います。待って というわけで海にやってきました。で、さっき言った通り、今日はちょっとニューボードをゲットしたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。これ前にツインフィンの板でも作らせてもらったデッドクックスっていうブランドなんですけど、今回はちょっと長めで66なんですけど、ちょっと長いと思うんですけど、ちょっとカメラだと分かりづらいかもしれないですけど、ちょっと長めになってて、これ66のサイズなんですけど、表はこんな感じで、で今回クゲ沼って結構パワーないんで、こういう板が結構合うんで、それをうまく乗れたらっていう感じでやっていきたいと思います。で今回その66のこのミッドレングスっていうのをトライしていこうと思うんですけど、久々にシングルフィン、今回ピン1本シングルフィンでちょっと乗っていきたいと思うんで、僕も元々昔の話すると、僕ロングボードからスタートして、ロングボード結構シングルフィンとか乗ってて、で結構もうトライフィンよりもシングルフィンとかツインフィンの方が結構自信あるんで、ちょっと久々ですけど、何年ぶりだろう、多分 2,3 年ぐらい乗ってないと思うんですけど、ちょっとテストしてみたいと思います。
はい、今軽くテストしてきたんですけど、ちょっと今回くげ沼の川の中でサーフィンしてて、ちょうど潮が上げてて、ちょうどあの堤防の横から波に乗れたんですけど、まあたまにあのできるときは、普段あんまできなかったりするんですけど、まあ、ちょっと長めの板とかだと引っかかりやすくて、まあ、この板ちょうど66なんで、すげえ引っかかりやすくて良かったです。まあ、ボードもなんかスピード出やすいんで、久々にシングルフィン乗ったんですけど、まあ、思ったよりやっぱ乗れましたね。なんかやっぱ昔よく乗ってたんで、何回か乗ったらすげえすぐ慣れることできたんで、もうちょいちょっとまた違う波狙ってみて、もうちょいテストしてみたいと思います。波が、まあ、セットで腰かな、サイズ的には腰なんですけど、パワー的に膝ぐらい。川の中ってすごいパワーなくて、しかもあのインサイド、僕なんか うまくつなげたんですけど、インサイドって結構パワーなくて、しかもこうよじれてて、結構ちゃんとしごかないと進んでいかないんですけど、このモードは結構押してくれるんで、全然普段よりしごかなくても乗れたん でプラスなんだろう、こうさっき最初の方に沖の方でアクションした時とかも、当てたらボードが バーンって前に加速してくれるんで、僕結構その当てた時にあのスピードが増すボードが結構好きで、他にもシャープアイであったんですけど、このボードもそれで加速してくれるんで、ね、かなり良かったです。好感触で、シングルフィンもだいぶ慣れてきて、でテイクオフが速い、めちゃくちゃ速い。もう漕がなくても、ただこう差し乗りでこう波に引っ掛けるだけでも、もう乗れちゃうんで、本当今日
見た目以上にパワーなくて滑っていかない波なんですけど、全然楽勝でした。まあ、もともとパドル自体も速いんですけど、かなりボードが反応してくれるんで、かなり楽しめました。まあ、今日はこんな感じですね。波が思ったより上がんなかったんで、まあ、ちょっと長めの板で、ニューボードだったんで、かなり好感触、ずっと乗れなかったんですけど、台風セールとかあって、サイズあったんで乗れなかったんですけど、久々にこういうパワーのない波でも乗れたんで、よかったです。まあ、今度もぜひ、これ、もうちょいサイズある時とかも、テストしてみたりしたいので、ぜひまたアップするので、その時も動画チェックお願いします。今回はこんな感じです。ありがとうございました。